韓国の外相は外国メディアの取材に対し、日本企業の資産の現金化が迫る元徴用工をめぐる問題に改めて言及しました。현금화가이루어질경우에한일관계가다시되돌릴수없이악화될것이라는그러한그전망이많이나오고있습니다현금화가이루어지기전에바람직한해결방안을모색해서노력을하고있습니다パク・ジン外相は27日、原告側を含めた協議など韓国国内での努力を続けているとして、日本も誠意ある対応で応じてこそ問題が解決できると日本側の協力が必要だとの認識を示しました。一方でユン・ソンニョル政権の支持率は 30% 台前半まで落ち込んでおり、タイムリミットが迫る中で解決策を提示し、国内世論を納得させるのは困難との見方が強まっています。